今日もどかた仕事疲れた。さあもう少しで花ちゃんが待つスイートホームに到着。 PJ とっつぁん坊やの大好物高野豆腐作って待ってくれているかな。よし急いで帰りましょう。1分間無酸素アタック練習で、ご飯を美味しく食べるためハンガーノック寸前まで己を追い込みます。きつい、きつい。もうすぐ1分。イエース、お疲れ。マンドリル腹切った画面よう。賓客庶民サイクリストの皆さん、おはこんばんちは。なら PJ とっつぁん坊やです。あお、今日も絶好調。これからお仕事をマンドリルですが、今日ねポッカポカ陽気、アスファルトの焼ける匂い、とっても心地いいんです。最高。おお、イエー。コロナウイルスの感染拡大、各地で収束してきていますね。そして、この、まあ、首都圏ではないんですが、地方でもうコロナウイルスの感染が落ち着いてきている地域では緊急事態宣言解除されるらしいです。今情報で流れているのは39件ですかね、39件の地域、そちらで緊急事態宣言解除される見込みです。ですがやっぱりね、首都圏はねまだ危険な状態です。首都圏はまだ感染率が高いので、今回はねそういった首都圏、今サイクリングロードだったり河川敷、そういった道がねどれぐらい人で溢れているのか、そういったところをね皆さんに知ってもらうため、リアルな世界を走っていこうと思います。これ PJ とっつぁん坊やの通勤路になります。でまあこれね平日ですね。平日のまあこの時間帯で、まあ結構人いらっしゃるんですよね。でこれが土日祝日になった場合、やっぱりね自転車で走るのはちょっと危険ですね。その感染のリスクというよりも、その人が多くいることによって、まあ、さっきも言いましたね、小さなお子さんとか、お父さんお母さん、そういった人たちの、この予測できないイレギュラーな動き、ね、そういった動きにこのロードバイクっていう乗り物が対応できるのか。人力で走る最速の乗り物ロードバイク、果たして安全に走ることができるのか、そんなことを検証していこうと思います。よろしくマンドリル。ね、やっぱりね皆さん健康をね考えて、太陽の光を浴びることが健康につながるっていうことで、普段よりもね本当ジョギングしている人がね多いんです。これ本当この平日のこの時間に、こんなに人普段ここの道で見かけないんですよね。今までコロナウイルスがその流行る前、コロナウイルスが流行する前にこの道こんなに人いなかったのに、大体もう10倍ぐらいいますかね。1キロを走る間に今までだったら1人か2人だったのが、まあ、10人から20人ぐらい、すれ違うんじゃないでしょうか。やっぱりねその中でさらにさっきもあのねランナーさん、もう向き走る向き、あの左側通行とかも全く関係ないですからね、そういった中をやっぱりロードバイクスで、まあ、20キロ以上時速20キロ以上で走るのは、やっぱりちょっと危険なのかなって PJ とっつぁん坊やは思います。でこれ今、ね、この先にある、常夜灯公園というね、まあ普段だったら PJ とっつぁん坊やもよく使うねあの休憩所、休憩所的なこのまあなんていうんですかね、道の駅的なものですね。まあ道の駅ほど大きくないんですけど、このサイクリングコース上にあるその休憩施設、そこに近づくにつれてだんだんやっぱりランナーさんだったりウォーカーさん増えてきていますね。危険です。でやっぱり、ね、皆さんあんまり周り見てないです。あんまり周りを見ていない、まあ今おじいちゃんね、おじいちゃんたちお話に夢中で、自転車が迫っていることもやっぱり気がつかないので、やっぱこういった道ね、まあ、トレーニングで走るのには全然向いてませんね。本当気晴らし、気分転換に、時速20キロ以下ですね、本当徐行もう10キロぐらいですよ、せいぜい10キロぐらいでゆっくり風を感じながら日差しを感じながら走る程度の、まあ、サイクリングしかできませんかね。ね、こういうところも本当危険ですね。
うん、ゆっくり走んないとやっぱり今みたいなところ事故が起こっちゃいます。まあ皆さんね、考えること一緒なんですよね。まあ公園だとやっぱりクラスターが発生してしまうので、まあ河川敷をジョギング、もしくはウォーキングすれば、人との接触8割防げるんじゃないかと思って皆さんね河川敷来るんですけど、やっぱりねみんな同じこと考えるんで、意外と人で溢れ返ってるんですよ。で、まもなく今正面に、白い石畳見えてますが、あそこが、常夜灯公園になります。あ、なんかなんですかこれ、吹奏楽部みたいなラッパーの音が聞こえる。うん、いますか。お、なんかあ、いますね。ほう、意外と人多いですね。ほら、結構人が多いです。で、この先常夜灯公園の東屋があるんですけど、その辺りがねほんと休憩所になってます。うわ、人多いですね。やっぱまあでもね、コロナウイルス収束今仕掛けてるんで、まあ、これぐらいねみんなちょっと気が緩んでね、こんぐらい集まっちゃうのは仕方ないんですかね。なんでいつもああ井戸端会議やってますね、おじいちゃんたち。おお、危ない、ジョコです。ジョコ。あ、でやっぱ子供たちもね、まあお父さんお母さんとね来ています。まあ、こんな場所でね、コロナウイルス自粛警察みたいにね、自粛しろ自粛しろなんて言ったらね、ドキュンだと思われちゃいますね。ただ、我々サイクリストはやっぱりその自転車ね、高強度でトレーニングしている人、あとは、まあ高速巡行している方結構いらっしゃいますよね。そういった方ってやっぱり深呼吸して、さらにはちょっとね体力を消耗する走りをします。その中でもしね、その金を持った人とこのサイクリングコース上で、すれ違ったり、休憩所でやっぱ、すれ違うこと本当危ないです。で、あとはさらにはこれ一番やっちゃいけないことですけど、グループライドですね。グループライドで、誰が感染しているかわからない状態で、そのなんだろう、グループライドしている時に、車間20メートル開けないと、そのウイルスを持った人が、その目の前にいる場合ね、その風でまた菌がね浴びる可能性がある、ね、菌を浴びる可能性があるっていうね、学者さんのね、コメントもあるので、あんまりねグループライドは本当おすすめできないです。なので我々サイクリストがやっぱりね、ロードバイクスを、この自粛の世界で楽しむんであれば、早朝、トレーニング、もしくは、深夜のね、日をまたぐ時間帯、シンデレラタイムにやるのがいいんじゃないかなって今もPJ とっつぁん坊やは思っております。そして街中ね、だいぶ外れて、常夜灯公園からも外れるとね、全然人いないです。うわ、走りやすい、最高。ふう、あ、でも2人いましたね。ウォー、カタパルト、うわ、グレート、イエー、気持ちいい。あー、新緑の香り気持ちいいです、最高。うー、イエー、うわ、最高。でね、これね、もうちょっとすると、最近ね開通したばかりの行徳橋見えてきます。この先にちょっとしたね激坂があるんでね、ちょっと久しぶりに激坂、挑戦したいと思います。これ 20% ぐらいあるんですよ、 20% ぐらい。いきます。ふう、イエスイエス、アブアブ、お、やばい、え、何これ、アウターきついです、アフターのままです、やばい、なんすかこれ。以前よりもね角度が急になりました。これ道ね、ちょっと無理やり作ってるんで、ちょっとストロークがね短くなってね、この車道に出るまでのストロークが短くなってね、坂の角度がえらい急になってました、危ない。今アウターのまま登って転倒しそうになりました、危ない、立ちこけ寸前でした。うわ、びっくりした。皆さん、あそこ絶対に油断しないでください。アウターで駆け上ろうとすると貧脚の場合立ちこけします。皆さんは必ずインナーに落としてから登ってください。行きます。そしてここが、外環サイクリングコースにつながる、行徳橋です。最高。ここねフルフラットです。フルフラットで自転車通行帯と、歩道がね分かれています。なのでとっても走りやすい、最高。ふう、イエー、気持ちいいです。でね、これこの作り本当ね、外環サイクリングコースにね近いんですよね。本当車道と
歩道、そして自転車道路が分かったダメですよ、自転車通行帯入ってくると、事故っちゃいます、お気をつけください、もうちょっとね道路交通法お勉強ください、よろしくマンデルです。でこの先、この橋大体、1キロ弱あるんですけど、本当ねフルフラットで走りやすいです。で妙典橋は、7% ぐらいの、激坂できついんですけど、この橋は本当走りやすい。おっとフラ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 しているのでオーバーテイク、華麗にオーバーテイクです。イエス、走りやすい。それじゃね続いて、土手下に降りてそのまま外環サイクリングコース向かうと思います。右側に見えるのが江戸川の土手になります。いやでも結構人いますね、ジョギングしている人、サイクリングを楽しむ人結構います。結構密です。わお、土手は走らなくてよかったですね、危ないです、ランナーさんね、ランナーさんの危険なのはあの何ですかね、 iPod とかウォークマンね聞きながらイヤホンを耳に当てながら走ってるのが本当危険なんですね。あの自転車が後ろから迫っていても全く気づかない。そしてなんだろうな、その折り返しポイント、自分が決めたかね折り返しポイントで急にねクイックターンする、あのクイックターンが本当ね事故の元なんです。なのでやっぱ今河川敷、土手の近くは結構ランナーさん多いので、サイクリストこのお昼の時間帯はね近づかない方がいいと思います。でねこのようにね、外環サイクリングロードのように、車道と歩道と自転車専用道路分かれてるところは走りやすいです。あれ、うぷす、うぷす、ここ自転車道路だから気をつけな。まあ若者ね、若者たちも多分ね遊ぶ場所探してね、この場所あんまり人通りがないからこのスケボーの練習に最適だと思って選んだんでしょうけど、やっぱりねこれ自転車専用レーンなので危ないですよね。まあこの外環サイクリングコースは、飛ばすためのコースではありません。自転車がロードバイクスが買っとくためのコースではありませんね。自転車、歩行者、車、バイク、そういったものをの走行車線を分けることによって事故を減らすために作られた道なんですが、あのようにね道を塞がれてしまった場合、本当に事故のリスクが、上がってしまいます。さらに今はね、スケボー、PJ トッツァン坊やの方に向かって走っていませんでしたが、もしあれあの場所でねスケートボードを乗った人が PJ トッツァン坊やの方に迫ってきた場合ね、本当事故のリスクがね高まるので、できればやってほしくないかな。他にもね、探せばその密を避けてスケートボード練習する場所あると思うので、ちょっとここはね、ベストチョイスではないので、彼らには今後ねちょっと違う場所で、スケートボードを楽しんでほしいと思います。日差しが気持ちいい、最高。やばい、そろそろ職場近づいてきてるんですけど、ちょっともうこのポカポカ陽気、サイクリングお出かけしたいです。ダメですか ねコロナウイルス収束して各地でそろそろ緊急事態宣言解除されます。だったらサイクリング行ってもいいじゃないですかって思う方いらっしゃると思います。だけど PJ とっつぁん坊やは、通勤でしかね、まだ、通勤ソロライドしか、自転車に乗ることができません。ここはねじっと我慢、じっと我慢のあと2週間ぐらい多分我慢すれば、6月には東京でも解除される兆しが見えてくるかもしれません、皆さん。なので今は辛抱の時です、辛抱の時なので皆さん踏ん張りましょう。今日の動画楽しんでもらえましたか？もし楽しんでもらえたなら高評価チャンネル登録よろしくマンドルです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。 PJ とっつぁん坊やはビアンキ、ビアニのレステブン、ビアンカちゃんに乗って職場へ向かってクールに伝えたいと思います。バイバーイ、アリベッデルチ、さよならです。